配給3期第7話こだわり見ていきたいと思います。2セット取ったんで、決勝戦だけね5セットなんだ。で今カラスノが2セット、白鳥沢が2セットということで、今から最終セットの第5セットに入るわけなんだけども、まあ前回のその始まり方がね、まあ3年生の3人がこう入部した時のところから始まり、まあそこでさ、あの落ちた強豪飛べないカラスって言われててさ、やっぱ泣いちゃうじゃん、悔しいっつって。なんだけどその時から見てるそのおじさんがいるわけよ。俺はあのカラスのBKおじさんって言ってるんだけど、まあ、その人の誰よりもでかい声で期待してるぞカラスの、あれはだいぶ良かったね。でもこのこだわりっつうのがね、なんかそのいい意味出てんのか悪い意味出てんのかっつうのがちょっと怖いんだけど、どうなるかなわかんないけど、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。早くね、10話なんか足りるわけねえや。なんで10話で終わるんだよ。いやでもね、今までのこと考えたらさ、一試合に10話使うってね、多いんだけど、なんかやっぱこうやって見たら少ねえよな。はい、よし行こう。はい、それでは D アニメストア再生していきます。3、2、1スタート。もう一セットやれるぞ。ここでさ、このワクワクした感じ出せるっていうのが日向のいいところよね。あと1セットで終わるぞとかさ、そういうのじゃないんだよね。俺たちもっとバレーできるよみたいなさ、やっぱこれがいいんだよな。伝わってほしいんだけど、これがいいんだよ。あと少しで終わるぞとかじゃないんだよね。あくまでそのバレーを楽しむことができる。俺たちは今強豪と戦えているっていうさ、やっぱそこじゃない。なんかやっぱいいよ、俺好きだな配給。オープニング中になんか感傷に浸ってる。だっていいんだもん、すごい好きだよ。でも終わるんだよな。始まったら終わっちゃうんだよ。まあやっぱ何にしてもそうだけどさ、始まったら終わるんだよな絶対。もう3期も終盤だよ。7話だぜ、早いよ。ついさっき見始めたばっかなんだけどな、もう7話見てるわ。さあ本編開始。第7話こだわり。きちいな。飛びすぎやん。ああ
あ、みんな手つなぎたいんだ。まあ戻ったんかな。いいな、京子さんに手握ってもらうの。3年生の信頼だね。OK。OK、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 OK。OK！ いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。15点な。マジか、15点か。短いな。思いたい。おお。威力すげえな。OK, OK. よし！いいね。いいね。うん。うん。ナイス。お、崩れた。オッケー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 。すげえ。マジか。すげえ。あの合宿がつながってた。姉さん、姉さんが。やばいかもな。やばいかもな、なんか。お、なんかちょっと早いな、いつもより。
なんかいつもよりちょっと早いです。すげえ遊び心。誰だブリュンヒルデ・レイコ。そんな家庭あんのか。マジか。3対1。いよ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 。何さ、おお、やった。4対1。やばいか。いや、拾う。強いな。
オッケー。うわ、マジか。うわ、3動いた。牛若が乗ってきた。しかもファイナルセットで入ったろ。マジか、マジか。オッケー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 。ああ、まあ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 。オッケー。オッケー。オッケー。マジでいい。何？おお！喉？なるほど。え？何？はあ？マジか。
何何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 何いや、マジで、ちょっと待って、好きになるわ。いいな。悔しいよな。悔しいよな。悔しいよな。ああ、よしよしよし。天道が、天道がやっぱな、あくまでブロックでこう弾いて相手のコートに落とすっていうのをこう意識してんじゃん天道って。ここに来てだよ。でも半分取られてんじゃん。8点じゃない今ので。確か。
なんでこんな。いやでも月も悔しいよね、今のこの状況は。やばいな、ゲスモンスター再来じゃん。いやー、うわ、マジか、マジか。第8話、イヤの男。どっちに対しての誰のことなんだろうか。まあでも今カラスノにとっては間違いなく天道、牛若天道っていう感じがするけど、まあでも白鳥沢からしたら誰なんだろうかっていうのもちょっと思ったりする。こだわりってあれかな、菅さんのやっぱそのツーアタックは嫌いだみたいなこと言おったじゃん。あくまでセッターとしての役割をっていうのもそっちなんかな。あとはまあその天道のただブロックをするだけじゃないと、ワンタッチにこだわる、ワンタッチにこだわるじゃねえな、ワンタッチとかそういうのではないと、あくまでブロックでも点は取ることができると、そういうあれだったりするのかな。自陣に入れないとかじゃないもんね、相手のコートに落とすだもん。相手が拾うためにね、こうこっち側に入れないとかじゃなくて、バンって弾いて落とすんだよ剣道は。うーっと月ねえかー、やべえなー。しかもほんと最後の最後だよ、ファイナルセットの白鳥沢が半分取った状態で突っ切りないが、どうなんだろうな。やべえ、マジで止まんねえ。ずっと見てる。配球しか今見てない。面白いな、配球って。これいつ投稿してんだろうな。いつ投稿してるか分かんないけど、間違いなく1週間ぐらいは経ってんなんだろうな。第7話だもんな。いつ投稿予定なんだろうこれ。俺でもわかんねえわ。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらチェックもぜひ。ということで、ハイキュー3期第7話、こだわりでした。ありがとうございました。ならない。